ご紹介いただきました守備キーの高木さんです。休憩中も大変お世話になりまして本当にありがとうございます。木山の皆様におかれましてはこの1年さらにさらに発展の1年でありますように心からお祈り申し上げます。この年は大変ひどい形で明けました。今私たちは一生懸命被災地の支援をやってます。町長さん、衛星電話ここありますか？なんか今回ですね、今私新年会こうやって回って各町にお願いをしているのは衛星電話です。檜山のように交通の便も良く電波もいいところ、しかしそれでもですね、今回なぜ陸のことになったかというと衛星電話はないんです。結局通信が途絶して、そしてどこにも連絡が取れなかった、それが救命を遅らしています。ぜひ長さん入れてください。佐賀県の中でですね、まだ入ってないところがいくつかあるわけですけれども、それをお願いをし、そしてもう長い話はいたしません。今年は辰年であります。辰年、雲竜風行という言葉をお送りしたいと思います。雲竜風行、竜が雲を呼び、虎は風とともに来る、同じ志を持った人たちが集まって、そしてさまざまなことを成し遂げる、そういう年だと言われています。私たちは3つのことを目指しています。1つは今までずっと世界2位だと言われたものがもう今3位4位になっています。消費税なくしたいと思います。今日も今まで国会で質問収書やってました。働く人たちを追いまくって地域を発展を阻害するのは消費税です。税を根本から変えなきゃいけない。衰退から成長に変えていきましょう。そして2つ目、これは独立自尊の日本を作るということであります。先日アメリカに行ってきました。私たちはどっかの国の属国じゃありません。自主独立、この独立の国を作る。で、これ3番目、何と言っても命を守る。私ごとに恐縮ですが、私はワクチン由来のがんになりました。悪性リンパ腫で、去年はほとんど髪の毛がなかったです。これ今引っ張ってもですね、抜けです。本物の髪が生えてきました。これは皆様の本当にお励ましありがとうございました。私が3回打ったワクチンの中で2回がいわゆる死のロットというものであります。これからこの状況が明らかになってきます。昨日はフロリダのその健康局のですね、局長がこのメッセンジャー RNA ワクチンは持っちゃいけないということを言いました。国会でも今このことが問題になっています。ぜひ私たちの暮らしを守りましょう。命を守りましょう。そして結びになりますが、本当に皆様お力でこの木山町はどん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 発展しています。命を守り、平和を守り、そして地域を守る、そのことをお誓い申し上げて、私の感謝と、そしてこの1年の決意のご挨拶に変えたいと思います。この1年素晴らしい年になりますように心からお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうございます。